県民の皆様が安全で安心して暮らせるよう力を尽くしてまいる所存でございます。今日付で県警のトップに着任した小堀隆一郎本部長は、埼玉県出身の51歳で初めての沖縄での勤務となります。小堀本部長は1997年に警察庁に採用された後、生活安全局を中心に長官官房などに所属し、長官官房企画課長を経て県警本部長に着任しました。会見ではチームワークを重視する方針を示し、変化する犯罪情勢や予断を許さない自然災害の状況にも丁寧に対応していきたいと意気込みを語りました。一方、おととし8月から約2年3ヶ月本土復帰以降最長の任期となった鎌谷治之本部長は、今日付で警察大学校組織犯罪対策教養部長に就任しています。